さんとお話しお願いします。はいはい、アサヒビールさんの九州唯一の製造拠点が今度、寿司に移転することが本日発表されました。はい、まず受け止めをお願いしますでしょうか。はい、今回、アサヒビール株式会社さんが佐賀県に進出を決めていただいたということで、大変嬉しく思っています。まあ、特に今コロナ禍で、非常に、みんな閉塞感の中で、厳しい思いをしているので、その先に向けて、明るいニュースということで、まあ、これまで、まあ、様々な挑戦をしていたわけですが、まあ、今日こうやって発表の運びになって、アサヒビールさん素晴らしい会社ですので、佐賀県として心から歓迎したいと思います。まあ、様々な調整というお話もありましたが、自社のトップセールス含めて、企業誘致までの経費をもし伺い始めているか、まあ、それはアサヒビールさんの、いろんなお考えもあられると思いますし、まあ、今回は博多工場 の閉鎖ということとセットになっているので、まあ、私とすると、九州にとって、アサヒビールさん、大変素晴らしい、会社、大切な会社なので、北部九州全体として、の工場、ということで、受け止めさせていただきたいというふうに思いますし、まあ、佐賀県に立地していただいたので、佐賀県として、全力を尽くしたいというふうに思いますし、まあ、あのエリア全体、まあ、例えば久留米とか含めて、我々全体の振興を図っていきたいと思いますので、まあ、そういったことも含めて、さまざまな敵地の中で今回、佐賀県都知事を選んでいただいたということに感謝申し上げたいと思います。感謝は以上です。西日本新聞ですけれども、はい、まあ、県内に立地するということでどんな効果を期待されているんでしょうか。そうですね、もちろん、まあ、特にアサヒビールさんというとスーパードライというイメージがあって、まあ、スーパードライを主力商品に作られるというふうに聞いておりますけれども、そういう産地生というかですね、まあ、我々もビールならビール大麦、二条大麦の日本一の産地でありますので、そういった取れたてのようなそういう産品をまさにフレッシュなビールをさらの力出していけるんではないのかなという楽しみと、今後ビールだけでなくてさまざまな飲料というのを検討いただけると聞いております。まあ、さらに、まあ、今度の工場は CO2 の吸収量が排出量を上回る、まあ、いわゆるカーボンネガティブというカーボンニュートラルの先を言ったような、まあ、そういうような環境についても配慮した交渉を目指したいということに大変我々共鳴しておりますのでということと、あとは佐賀県といえば報道の皆さん方もご案内のとおり我々のコラボをずっといろんな会社とやるのを得意としておりますので、さまざまな場面でアサヒビールさんと、地の会社としてコラボができるということ何よりも楽しみです。今の博多のアサヒビールさんの工場だと、アサヒビール園っていう、元気さん楽しめるところがあるんですね。いっぱいところがあると思いますけども、ああいう人が、工場が含めて、人が寄れる拠点としての機能っていうのも期待されるところがあります。まさに期待だと思いますね。これまでは、さまざまな立地の条件などで、調整をしてきましたので、これからいろんな相談をする中で、まあ、我々とするとまさに期待するところではあるんですけど、まあ、それはお互いの話なので、どういった工場をしていくのか、まあ、まずは面積が十分取れるということを、あと水の供給とか、あと何よりも BCP の観点で、佐賀県、とても気に入っていただいたということが原点でありますので、その先、さらに発展させるために、まあ、ビール園含めて、先ほど言ったフレッシュなビールと。いうことも含めてどういうことができるのかっていうのはこれからの相談になるかと思います。はい、なんでいうの、佐賀の妻大使も計画されていて、はい、で今回アサヒビールさんが出てくることによってですね、はい、さらにその注目度っていうか、はい、そのいいところなんだっていうことの認知が広まるように思うんですが、はい、それはどういうことですか。いや、もう今の段階でもですね、非常に九州のど真ん中で結節点であるので引き合いが多いエリアなんです。ただまあ我々の場合、そういった工業用地をなかなかこう提供できずに、まあ、様々な制約がある中で、今回有坂インターというのはまあ我々にとっては大変一つのチャンスでもありますから、
まあ、土地利用計画も含めて、もちろんあの 防災という観点をしっかりと踏まえた上で、計画を立てていって、さまざまな企業の皆さん方の期待に応えたいと思っています。よろしいですか。はい、ありがとうございました。